どうも、日立のシミです。はい、また春の池にやってまいりました。そして今回はこれ前回もねやったんですけどね、この宇宙人物体 X、 まあ多分イカなんですけど、このリアルなイカ、こちらを野池にバーンってぶん投げて、でね、野池のバスはイカを食うのか。こんなリアルなイカ多分見たことないと思うね。このオーストラリア産のチェイスベイト、スカットっていう、これをね今回はやってみたいと思います。まあ朝まずめ終わっちゃったんですけどね、第二朝まずめ的な、まあ、ちょっと今日曇ってて、ね、チャンスはあると思うんで、ちょっとやっていきましょう。チェイスしてくるかな。いやー、ほんと面白い。このワーム、ビッグベイトワームだよこれ。ほんとにいやー、いい、素敵。絶対チェイス見える。もうこの赤いのがバイトマーカーだからね、もうもはや。ちょっとあん中入れたいな。さあ、ノイケのスーパーデカバス来い。マジこれちゃんとモグモグタイムあるからね。こういうところで来てほしいな、バスフィッシング、うん、そういうビデオがあったじゃない、うん、よし、向こう行くか。おお、なんか雰囲気あるぞ。うん、っていうかこっちはやっぱ水きれいだな、さすがに。うん、すごい。でもいや、わかんねえよ、これ急に赤いのがパッと消えるから。そういうビデオがあったじゃない。あ、DVD かこれ。うわ、雰囲気あるわ。やっぱ野池楽しい。これでとんでもないサイズ出たらびっくりだな。さあ行くぜ。水は抜かれてなそうだな。うわー、いいけどな。かなと思ったら、日中の方がまだこれ可能性あんな。日中だろうな。うん。ここは本当切れてきたら余計むずいよ。やっぱ本当いいよ。本当面白い。めっちゃいいな。ほわ。ほわやほわほわ。あの激スローに沈むってあんまないもん。なかなかない。しかもこんなにペロ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 ペ
ばいっしょ。うん、それも春釣れんな。がしかしいいね。これ今ボトムにまだいるんだろうな。これに黒い影がついてくんだよ。そういう夢を見たんだ。マジか、マジか。いたよ、おい、でけえのマグラ。いや、最高潮。なかなかいいサイズ。いいサイズ。釣れたとこがイケてすぎた。あそこの最悪に投げた。いやー、しかもいいサイズじゃねこれ。うん、むしろこっちのちょっと長いかも。やべ、グジャーン。やれー、うん、これもフレッシュな春っていうパス。なんならこの子釣られたことないね。ほら、張り傷なし。まさかの、いかです。すごい、野池に釣れんじゃん。完全に春いたじゃん。春始まってます。かぶいちゃった。まさかあんな遠くでね、釣れると思わなかった。この張り傷なしのブラックバス、これはまさにもうこの謎のルアーでしか釣れない。すごい、もう本気バイトだったもん。食ってブワー走ったからね。やれやれ、うん、そういうビデオがあったじゃない。いやバスはもっと釣れる。いやー、サンキューですね。サンキューだね。ありがとうです。やっぱこれですよね、バスフィッシングといえば。いやでもめちゃくちゃ面白かった。バッて投げて、ぶっちゃけね、多分ね、落としたんですよね。うん、落として、競争ではなかった。ちょっと落としてトゥントゥンってやったら、なんか一瞬重くなったんですよ。重くなったボトムで。でもいやさすがに釣るねやって思いながら、もう多分ね、食ってんだけど、俺もう一回アクションしたんですよね。もう一回アクションしたらラインがスーンってスーンって走って、そしたらガーって、あのフッキングもバスフィッシング楽しい、最高潮。はい、お疲れ様でした。いやー、春の野池やっぱ楽しいな。うん、やっぱこれがね、春始まりましたって感じがします。ただこれね、このイカ、結論から言うと、野池でもブッタ X の海外製のチェイスベイトのイカスキットっていうのかな、教えてもらったんですけど、スキット、こちらのやっぱね、結論としては食うっていうことは分かりました。ただ俺の本来の使い方は、中層から表層、脳進化なんで、
ちゃくちゃフォール遅いんで、 SSS ぐらいのフォールスピードなんで、かなり遅いんで、実際本当は中走から表走ぐらいで仕掛けたいっていうルアーなんですけども、朝ちょっとどうしてもね、春といえどもやっぱ寒い、そして魚がね見えなかったんで、ボトムに落とすしかねえっていうことで、対岸にフルキャストして落としてトントンってやったら、中走で食ってたのか、中走からボトムの間ぐらいで食ってたのか、でもあのね、さっき同じとこ投げたらチョンチョンってやった時にね、ちょっと枝があったんですよね、それを越えてから食ってきたのかもしれない、そう横に走ったんで、多分木越えないと横走れないんで、多分もしかしたらそれを木越えたそのリアクションでパンって食ってて、で次のアクションでこう、うんってなんか気づいて魚が、あ、ベイトが逃げるっつってこう横にバーって走ったのかもしれないですけど、 そんな感じのバイトでした。で使ったタックルが、スタンダード 6.M、 あの距離でもねバッチリ復権決まりますね。で6点、まあこのワームがねちょっと軽いんで M プラスでもいいと思うけど、 M で自分はやりました。で 6.M でラインがフロロの12ポンド、リールが20m と、はい、いつものセッティングです。で、まあ、具としてはこれです、ね、なかなか売ってないと思うんですけど、ね、これ本当に本当に釣れるんで、うん、まあ、もしよかったら釣り屋さんで探してみてください。そして使った服がこれです、インフィニーの40、こちらを使って、はい、やりました。多分40くらいがねちょうどいいと思うんですよね。で前にも多分動画で言ったと思うんですけど、こいつのボディがね結構太めなんで、ちょっとゲーム幅が広めのやつがいいと思います。それの40、うん、ぐらいです。でやっぱりねこれなかなか売ってない、本当になかなか売ってないんで、やっぱりこれワームグルー、こちらはねやっぱ必需品です。貴重なワームを絶対に壊したくない、そういう時はこのワームグルーめちゃくちゃいい、これめちゃくちゃいい、これは釣り屋さんに売ってると思いますんで、うん、もしよかったらあのワームグルーセットでこうねあるとすごい安心かなと思います。実際これ、前回の動画でも使った、補修したイカなんですよね。こことかねこう避けてたんですよ、避けてたけどワームグルーでねしっかり止めてね、でかけてもまだ全然避けてない、ちょっと避けたかもしれないけど、でも全然使える、やっぱワームグルーはねいいです。なんでね、まあ、結論としてはもう春完全にね来てる、春の野池かぶいちゃってます。うん、なんでまあもしよかったらこういうね不思議なルアーで釣るっていうのはまた面白い、これもまたバースフィッシングだと思いますんで、もしよかったらこういうの見つけたらちょっとチャレンジしてみるのも、うん、しかもこういうこれ投げてる人も少ないと思うんでね、見切られにくいと思いますんで、もしよかったらやってみてください。ということでまた次回の動画でお会いしましょう。またね。